組明、上げ。明、氏明、市民、1918年11月9日から2019年9月20日は、台湾の歴史家、台湾独立運動家。中国国民党の弾圧を避けて、日本に亡命し、台湾人400年史を表した。台湾民主化後、帰国。台湾独立運動の指導者の一人で、独立台湾会の設立者。 左目を失明している。本名は、セアサ・アキラ。1918年、日本統治時代の台北州市林にて出生。父の林澄川は、台湾の豊原出身で、若い頃に、日本に留学して、台湾文化協会の活動に関わり、また、台湾青年の編集に携わる経験を持っていた。母は、市林の富豪の世界の出身で、 五人兄弟のうち、ふみやきだけが、母のせいに従っている。1937年日本にわたり、早稲田大学で政治学を学ぶ。植民地時代、政治学は選択する人の少ない科目であった。彼はここで、社会主義や無政府主義の作家の作品をほぼ読み尽くし、中でも、マルクス主義の教義に惹かれた。大学卒業後、 社会主義と反帝国主義の理想に執着した彼は1942年に大陸に渡り中国共産党の抗日運動を支援する1947年には300人程度の台湾隊を結成彼の台湾独立という考えはこの大陸での経験の中で初めて芽生えた文明は中国に対して失望を覚える私はすぐに中国共産党の独裁を見た 共産党の土地改革を、私は、河北で見たが、土地を取り上げるばかりでなく、地主を残酷に殺したと述べている。また、中国で日本との戦争に加わった時、中国人の漢民族中心主義を間近に見た。台湾の兵士は、共産党によって前線に送られ、無残にも犠牲になったばかりでなく、それと同時に、共産党は、積極的に台湾人の分裂政策をとり、 八花人には、放浪人を打たせ、放浪人には、八花人と戦わせたという。このために文明は、台湾人は、中国人と一緒に流行っていけないと考えた。1949年末の共産党勝利直前、各地を転々とした後、最終的に大陸を逃れて10年ぶりに、台湾に戻る。1952年には、台北郊外の山城で、 台湾独立革命武装隊を組織し、小介石の暗殺を図るが、計画が事前に漏れ、この年日本に密かに渡ることを余儀なくされた。日本への亡命後、生活のため文明は、東京の池袋に、餃子、シューマイ、うどんなどを売る、料理店、新陳美を開いた。日本では、台湾青年者の大幾徳と,と接触し、その才能を認めるが、 両者の方向性は一致せず、文み明きは台湾青年者に短期間留まった後離れている。1967年4月に彼が率いる台湾独立連合会が東京に成立、台湾民主独立会、台湾自由独立党、台湾共和党、台湾独立戦線及び台湾公会がこれに参加した。しかしながら、直後の同年六月、台湾青年独立連盟と、 台湾独立総連盟との協調を獲得できなかったため、組織の解散が宣告された。この組織が解散した後、直ちに比較的左派に傾いた新たな独立台湾会を組織。メンバーは70人程度であった。この組織は、主戦場は党内にありを規範とし、積極的に台湾党内の地下工作と大衆運動に携わった。 この回の関与した台湾独立の訴訟事件は、少なくとも1967年の顔陰謀によるもの、1974年の定評によるもの、1983年の露修一によるもの、及び1991年の陳、ただ自然によるものがある。この組織は同時に、独立台湾という観光物を出版し、その冒頭でははっきりと、 台湾人民解放革命人選機監視と記した。上記の政治運動の他に台湾史の資料収集と執筆に相当の勢力を費やした。10年をかけて台湾人400年史、音は書房、1962年を日本語で執筆。これは台湾人の立場に立って書かれた最初の台湾通史ということができる。台湾独立陣営によるこの台湾史の体調は その後1980年にアメリカ合衆国で中国語版が出され、1986年には英語版の抜粋が出版された。文明の基本的な主観は苦しい大衆の立場を重視し、台湾社会のそれぞれの段階の形成と発展を観察するものである。彼は中国の共産主義を排斥していたが、マルクス主義への信仰は捨てられなかったと言える。 この著作のために日本の国立国会図書館と日比谷図書文化館に通って台湾に関する資料を少量した。日本語版の前書きで彼は我々台湾人は自らが寄って生きるところの社会発展史についての式がすこぶるおろそかであり、ほとんど全く知らないと言ってよい台湾の歴史の発展に対する認識がこのように欠如しているために我々台湾人の中の一部、 特に知識人の台湾人意識は必然的に濃厚な脆弱性を帯びていると述べている。そしてこのような欠点が台湾を400年にわたって外来の植民統治から抜け出せなくしてきたとしている。文明は2.28事件を台湾人の独立意識の現れと考え台湾史を長期の植民統治と同一であるとみなしたためこの著書は 台湾独立の追求と不可分の関係を持っていた。この本は、1980年代末に非合法的に台湾に持ち込まれて、以降、2.28事件以降に生まれた若い世代の台湾人意識の覚醒に、かなりの貢献をした。台湾民主化後、ブラックリストの最後の一人と呼ばれた、文明やも1993年になって帰郷し、台北愛教会、 高尾愛協会などの下部組織を作る一方、独立台湾会の理念と政治闘争路線を推進している。2016年から蔡英文政権で相当不死性、相当上級顧問を務める。2019年9月20日に台北医学大学附属病院で亡くなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。